ノードサイマンと申します。今回なんか事務所の木大くんその子になんか電話をする、なんか同い年らしくて、なんかその子にちょっと真似で電話をしようということでやるんですけども、その人があんまり俺は関わりがないっていう部分でね、どうなるのか。あ、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様。ちょっとさ、アニメのやつですよね。あ、そうそうそう。どうもこんにちは。おはあ、どうもこんにちは。どうしたんだ、木大。何してやがる。ぐはっ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 は。笑いが出るじゃねえか。あんた面白い野郎じゃないかい。あ、なんだっけ。あんたハッピーかい。あんた何してんだ今。電話してます。ああ、そうか。素晴らしい行動じゃないか。おい、来ない。俺と一緒にコックを目指さないか。すげえ。いやー、まあそうだな。木大は何を目指してんだ。海賊王です。海賊王か。素晴らしい夢じゃないか。まるでルフィのようだ。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。どうもこんにちは。あの喉、そう喉、あ違うよ、私じゃないよ今。今、そう、喉押さえマンが東京に来てて。すげえ。え、なんて、ここの方が反応するの。そう。で、今アプリかと思って。嘘。え、普通にリアクションしてたんですけど。木大何目指してんの。海賊王。よう、木大、お前は海賊を目指してんだな。お前にこの帽子を預ける。ありがとうございます。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。どうも、喉押さえマンと申しますけど。あ、ありがとうございます。まあまあまあ、めっちゃうまいっすね、歌詞。いやいや、そんなことないですよ。そんなそんな。いや、なんか、はい、お、いいですよ、いいですよ、やりましょう。よし、冗談じゃないわよ、ルフィちゃん。あんた舐めてんじゃないわよ。あお。参りました。参りました。もう似てるって絶対言って、絶対どこ行っても僕に似てる。大丈夫だ、練習すれば上手くなることはあるからよ。大丈夫だ。ありがとうございます。じゃあまあこんな感じで、木大さん、ありがとうございます。また時が合えば会いましょう。はい、会いましょう、海賊王になって。では最後に何か一言お願いします。では続いては誰でしたっけ。いいくぼ、いいくぼさん、いいくぼさんって方にね、ちょっと声真似でやってみようってことで
ちょっと いろいろと声までやっちゃいましょう。もしもし。おいおい、しんのすけ。あ、はい。おいおい、しんのすけ、何してんだ、しんのすけ。はい。おいおい、しんのすけ。あ、どうしたんだよ、しんのすけ。この後、稽古があるんだろう、しんのすけ。はい。あ、しんのすけ、今、結構忙しいか、しんのすけ。おいおい、ルフィ大丈夫か？え？大丈夫ですよ。どういうこと？今、結構忙しそうで何よりだ。一緒に俺と大剣豪を目指そうぜ。え？なんで？俺と一緒に大剣豪を目指さねえか。大集合？大剣豪？大剣豪を目指さねえか。おい、おい、チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。サンジだ。私の名前はブリブリザイモンだ。あ、ブリブリザイモンだ。何をしてるんだ、しんのすけ。ほら、しんのすけだぞ。しんのすけじゃないんですよ。なにこれ。おいおい、しんのすけじゃねえのか、しんのすけ。結構これからレースなんかいろいろとあるらしいけど、まあそのいろいろとあるけどさ、まあ俺とかも頑張んなきゃいけないんだけど、結構結構頑張ってくれよな。頑張ります。お、俺の名前は最後に伝えとってやる。はい。喉を抑えなんて言うんだ。すごい緊張しますけど、いろんな方々と話せてすごい楽しいですね。だけど、まあ、声真似でいろいろとできてよかったと思います。これもいい経験だと思うんで、やっぱりキャストプロの方々とね、一緒に喋っていきたいなと思います。まあ動画を見てくださってありがとうございます。ということで、またね、動画下のリンクにね、まあいろいろと TikTok とか Twitter とか、まあいろんなものを貼ってますんでね、もしよかったら見ていってください。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。ということで、喉を裁判でした。また会おう。